サカキングをご覧の皆さん、こんにちは。ここからは那須大輔さんと一緒に番組をお届けしてまいります。那須さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。はい、那須さんは前回は、2019年の1月に番組にご出演いただいたんですけど、覚えてますか？はい、覚えてます。ちょうど、キャンプから戻られてとかっていうタイミングでしたよね。そうですね、はい、アメリカのそんなタイミングだったと思います。で、まあ、YouTube を年末ぐらいから始められてて、で、その活動のお話とかをちょっと聞いたんですけれども。はい。で、まあ、1年ちょっとぶりということで、もう那須さんのチャンネルの成長具合がすごくてですね。はい、まあ、その当時から比べるとはだいぶ、はい、成長してるようになったんで。はい。今日もちょっと動画のこととか、まあ、近況なんていうところをちょっと、お聞きできればなというふうに思っておりますので、よろしくお願いします。はい。はい、よろしくお願いします。ちなみに、今、まあ、緊急事態宣言下ですけども、那須さんの、この何ですか、その生活リズムとか、いかがですか？まあ、まず現役を、まず引退されて本当お疲れ様でしたっていうところでした。ごめんなさい。はい。どうですか？この引退されて、まあ、ちょっと今、ちょっと特殊なね、状況ではありますけど。そうです。もう、生活のリズムはもうガラッと変わって、まあ、今は自粛、家で自粛しないといけないので、家でできることっていうで、オンラインでなんかこの YouTube っていう媒体で推しを活用させてもらって、オンラインで撮影っていうのがだいぶ多くなってきてるので、基本的にはそれ中心で、はい、昼過ぎに撮影したり夜撮影したりとか。なるほど。はい。まあ本当にね、今これこのリモもそうですけど、まあ Zoom とか本当に Google とか、はい、いろんなやつで、はい、まあ、選手とやっぱ対話とかもできるし、録画とかもできちゃいますもんね。そうですね。そうなんですよ。もうありがたいことに。すごく便利な。はい。なので、まあ、引退されてから、まあ、もう、まあ、お仕事ですよね。お仕事に注力されていると。そうです。まあ、基本的には、撮影、企画、準備みたいな感じで。なるほど。はい。じゃあ、まあ、自宅からは出れないけど、やってること的には、まあ、新たな、まあ、本当に第一歩というか。そうですね、感じですよね。はい。そうです。ちなみにその、まあ、お仕事以外の時とかどうですか？ご自宅にいる、ね、時間とかも多いと思いますけど。はい。基本的に体筋トレしたり。はいはい。YouTube のサブチャンネルの方でギターをちょっと持ってまして。はい。はい。なんかそれの練習をしたりとか。はい。新たな趣味を。そうです。新たな趣味だったり、ちょっとエンタメの中でそっちで弾き語りしていきたいな。弾き語りみたいな。どうですか、ご自身の今の何ですか、このレベルというか、どれぐらいまでできるとかっていうのは。いや、もうまだコードを覚えている最中で。なるほどなるほど。コードチェンジにちょっと手間取ってる感じなんです。じゃあ本当に、はい、じゃあこれからの那須さんの成長に期待ということで。そうなんですね、本当に。まあ、浜本さんからスパーチャーいただきましたけども、の、那須さんのパンイチ筋トレ動画最高でしたといただいております。ということで、ちょっといろいろ YouTube の話中心に聞いていきたいんですけれども、はい、まあ、これまでも、もうずっと昨シーズンから基本的にやられてたと思うんですけど、はい、その活動自体の何ですか、この幅というか、はい、特に、まあ、この現役を引退されてからのこの注力具合っていうのはやっぱり変わりましたよね。はい、そうですね。もう現役の時はやっぱりチームがあって、まあ、選手としての活動があってっていう延長上だったので、まあ、なかなか投稿頻度も上げられなかったですし、まあ、でも今は、まあ、極力毎日投稿に近い形でやらせていただいて、はい、まあ、本当にもうやっぱり YouTube って媒体やればやるほどすごく難しさっていうものも分かってきて、やっぱり本当それぞれのトップ YouTuber の方覚悟を決めてやってるので、まあ、僕も本当にこの今やってる活動っていうのに覚悟を決めて今現在やってる形ですね。うん、まあ、やっぱりそのね、時間ができて、まあ、でももともとあれですもんね、引退される前からそういう企画とか、それこそ、はい、アルビレックスの時の動画だったと思うんですけど、はい、それこそ電話してとかやってますもんね。はい、そうですね、はい、いろいろとは試行錯誤の上やってます。はい、で、まあ、我々も YouTube やってるんですけど、はい、やっぱ那須さんの、まあ、もちろん動画のクオリティとかネタとかもちろんすごいなと思うんですけど、はい、編集チームが大体なんか20人ぐらい抱えてるってやつを動画で見て、はい、すごいなと思って。そこまでいないですけど、はい、3、4人とか。あ、本当ですか。
だけどなんかいろ、はい、それぞれの方がいろんな動画をなんか持ってでこの日は誰誰みたいな感じなんですよね。基本的にあのクリエイティブな人間一人雇ってて、はい、そこはあのちょっと容量が大きかったりするとそこのお願いしてて、ピンチ密着とか、はい、例えば、まあ、そういう系はやっぱ重いので、うん、容量が、はい、でそこはあのクリエイティブな専属の人に頼んで、はい、あとは契約というか、まあ、一緒にやってもらってる YouTube の会社 の, あの編集マンの人たちに外注してるって感じですね。なるほど、はい、いやでもそれだけやっぱり規模がでかくなりましたよね本当に。そうですね、うん、まあ、昔からすればだいぶ、はい、那須さんちなみにご自身 の, そのなんだろう活動以外のところで YouTube 自体ってよく見たりするんですか？他の YouTuber のの方とか、まあ、たりします。なんかよく見てるやつとかあります？ですね、カジサックさんとか、はいはい、中田敦彦さんとか、あとホリエモンさんとかビジネスチャンネルの方々も見ますし、あとそのエンタメ系の方々も見ますし、まあ喋りが上手な方のなんかそういうのを見て勉強させていただいてるとか。なるほど学ばせていただいてるって感じ。いやけど今名前が上がってね、まあ、例えばですけどやっぱり今はもうサッカー選手のみならず、はい、もう全員が YouTube アカウント持ってるぐらいの時代になったじゃないですか。はい、あれですか、特にサッカー選手の今この YouTube 参戦がめちゃめちゃ活発だと思うんですけど、はい、なんか那須さんに例えばなんかYouTube どうですかとか、なんかそういうの聞かれたりとかってあるんですか？例えば。始める前は結構電話で聞いてくれてる選手が結構いますね。ああ。じゃあ興味を持ってる選手やっぱ多いんですかね？はい。あの僕やってた時からすごく興味を持たれてた選手がいて、そういうのはちょこちょこ、話で聞いてたんですけど、で、いざやる前にちょっと電話で少しいろいろ相談乗ったりとかいうのはありましたけど。はい、なるほど、はい、その時に例えばどうなんですかアドバイスとか、まあ、YouTube のなんですかこの仕組みじゃないですけどこういう傾向があってとかってお伝えするっていう感じですか？はい、そうですそうです、うん、でそこからやっぱ始められた選手とかっていらっしゃいます？リー選手だったり、ああはい、トクラ選手もちょっとご相談に乗ったりとか。なるほど、はい、じゃ結構始められてる選手も多いと。そうですね、はい。なので、まあ、それこそ、19年の1月にご出演いただいたときって、まあ、那須さんが結構、はい、まあ、J リーガーで、まあ、YouTube やってるって結構まれな存在だったと思うんですけど、はい、これが結構一般化してきましたよね本当に。そうですね、でもそのサッカー界だけじゃなくてエンタメも含めて、はい、そのプロのっていうか、うん、いろんな各ジャンルで YouTube に参入してきている方々ってたくさんいるので、はいはい、まあサッカー界は今でこそ、まあ、こういう状況になったっていうのも多分あると思うんですけど、そうですね、はい、参入すごくしてきてる流れとはなってるんですけど、うん、でもそれでもちょっと遅いぐらいだとは思うんですけど、うん、うん、なるほど、他のジャンルというか、はい、他のエンタメも含めてそうなっていうものを含めても、あの参入という意味では、まあ、今はすごく来てますけど、はい、そうは思ってますけどね、うん、いや特にまあ我々もまあ普通にやってはいますけど、なんか一視聴者みたいな身ではまあそれぞれあると思うんですけど、やっぱ長友選手を始めた時はちょっとかなりびっくりしましたね。ああ、そうですね。対談されてましたけど長友選手と、はい、そうですね、コラボさせていただいて、いやもう長友選手が YouTube やる時代かというか、なんかいよいよ一般化してきたなっていう印象を僕は持ったんですけど、はい、まあ、そういう影響力ある人がやっぱりやるっていうと、うん、まあね、登録者数もすごいですし、うん、特にね、視聴者数も多いですからね。そうですね、うん、ということで、まあ、那須さん最近本当、まあ、いろんな動画と投稿されてるんですけど、ちょっとここでですね、はい、企画をやりたいと思います。はい、はい、はい、まあ、那須さんのやっぱり YouTube の、特徴というと、やっぱり各選手いろいろお話を伺いつつも、はい、なんとかだった選手、はい、ベスト5とかベスト3とか、はい、結構そういう企画多いじゃないですか。そうですね、はい、
やっぱりあれはちょっとご自身の何ですか、このチャンネルとか見てもらえるなんか特徴とか工夫だったりするんですか？まあそうですね、やっぱり視聴者の方ってそういうのってすごく気になるところだと思いますし、僕自身もその選手のなんかすごい選、すごいと思った選手が気になるので、はい、まあ気になりますよね。はい、だからそこはちょっと聞いていこうかなと思って。なるほど。ということで、はい、まあ、那須さんといえばそのランキング形式が多いということで、今回はですね、はい、那須さんが選ぶ、まあ、自身でこの手応えがあった動画ベスト5というのを作っていただきまして、はい、これをサッカーキングのこの YouTube です、ね、はい、配信させていただきます。これまでね、本当、まあ、それこそ最近はもうほぼ毎日投稿ぐらいですもんね、動画の数的には。そうですね、ほぼ、まあ、収録の時もありますけど、うん、はい、まあ、ほぼ毎日。これどうですか、この企画を、まあ、打診というかトップ5を決めてくださいってお願いしたと思うんですけど、いや、どうですか、悩みました？相当悩みました。いろいろ見返しても、はい、いろんな思い入れがありますし。ですよね。はい、ちょっとここは悩みまくりました。けどこれでトップ5、まあ、完成されていると。今そうですね、一応、はい、はいはい。ということで、はい、じゃあ行きますか。まあ、配信っていうのはあの今 YouTube でやってるということですよ。はい、はい、コメント来てますけど、はい、では、那須さんが選ぶ、自身で手応えがあった動画ベスト、まずは第5位からお願いいたします。第5位はですね、まあ、手応えがあったというか、はい、初体験のことも含めてなんですけど、はい、まあ、湘南の風の、湘南の風のパン君とコラボしてる、はい、いた動画なんですけど、はい、あれって僕試行錯誤してた時期だったんですよ。まだ結構始められて序盤ぐらいタイミングですよね。はい、でその中で、まあ、あの人のご縁っていうのもありましたけど、ハンクにお願いしていきなり OK って言われるわけねえだろうなと思って、はい、お願いしたら、まあ、サッカー好きだしいいよみたいな感じで言ってくれて、はい、で収録までしっかりしたりとか、僕初体験だったんですよあれ、はい、いろんなことが PV 作ったりとか見ましたよ。だからまあ恥ずかしいのもあったんですけど、まあでもあの時はまだちょっとエンタメを特化させる時期ではなかったにもかかわらず、このハン君が受けていただいたっていう思いだったり、ノンストップラビットさんだったりとか、はいはい、賛同していただいた方々がいたっていうのがすごく嬉しいっていう意味で、まあ、第5位です。なるほど。もう本当、はい、多分1月のそのタイミングの時もお話聞いたと思うんですけど、結構最初は那須さん語りというか、那須さんがなんか筋トレするとか、もともと僕はこういうキャリアでとかって話だったんですけど、なんかいきなり歌ってるぞみたいな、はい、そ, それ結構びっくりしたって思いますね。はい、まあその視聴者の目を広げようとして、はい、いきなりちょっとあのサッカー層から違うところをあの狙いに行き過ぎたっていう、まあ、試行錯誤してる時期だったので、はいはい、あの時期特に。なるほど。まあその中でもやっぱ年末のちょっと一つの大きな企画として、その有名な歌手の方とコラボしていただくっていうので、はい、まあ、実現できたので、うん、はい、なるほど。では続きまして第4位お願いします。第4位はですね、まあ、この動画のいい意味だったり意義を載せたりっていうのをあのたまにっていうか、あの、まあ、もちろんその J リーグの発展貢献の上で必要なので、はい、それで第4位は村井チェアマンですね。ああ、はいはい。とその対談させていただいたっていうのが、やっぱり J リーグのやっぱトップじゃないですか。はい。でその方にやっぱり出ていただけるたっていうことはもう相当自分にとっても大きなことですし、まあ、このチャンネルにとっても大きなことで、やっぱそこってすごく意味だったり意義を持たすことができるので、うん、まあ、あのチェアマンだけじゃなくて本当は監督とかも言いたかったんですけど、はい、でもやっぱりまあ最近で言えばまあチェアマンが最近だったので、そこの動画はやっぱり本当に意味だったり意義だったり今の J リーグっていうものをどう考えているっていうのを発信して、うん、まあこのチャンネルを使って伝えていただけたので、はい、それはすごくありがたかったなっていう意味で第4位です。なるほど。結構動画自体長くて、はい、僕もまあ、ちょっと聞きながらちょっと作業とかして確かしてたんですけど、その時覚えてて、はい、で、はい、村井さんがその育成のところの改革の話だったじゃないですか。はい、
であれで、ここで初公開みたいな資料を取りに行ったのを見てえっと思って画面をもうガン見しましたすごいもん出てきたと思ったのが本当フランクにというか、はい、丁寧にいろいろ話していただいて、はいはい、すごいありがたかったですけど、うん、あの動画本当に今ねちょっとリンクも出してますので、はい、ぜひまだ見てないよという方はぜひこの後見ていただければと思います。はい、はい、では続いて第3位お願いいたします。いやこっから迷うんですよねもう本当に僅差だいぶ迷うんですけど、はい、まあここからは再生数の順でっていうところで、なるほど、まあいや違うな、いや分かりましたこれです、地獄対決です。3位は、なるほど、はい、大久保嘉人選手と、はい、あの僕で、はい、小島実業、はいはい、国見高校、はい、あれが3位ですね。あの1位にしようか迷ったんですよ、はい、あれ結構反響大きかったですか？そうなんです、大きくて、100万再生一番早く言ってくれたのが、あ、はい、最近なんですけど、あの動画で、で実はあれ、大久保選手の嘉人選手の1日密着の中で、まあ、メインが1日密着だったんですよ、はい、でその後に、まあ、大久保選手の家でちょっと動画を何本か撮ってほしいってことで3本目に撮った企画だったんですよ。ああなるほど。であそこまで行くっていうのは本当に思ってなかったんですよ実際。はい、 ある程度行くだろうなと思ってたんですけど、でも一番最初に100万再生行ってくれたんで1位にしたかったんですけどはい、もうここの3位からはまあ一緒ぐらい、まあ本当僅差と、はい、僅差っていう感じなんです、はい。いやだからこの辺ってなんかまあ、タブーまでいかないですけど、ちょっとなんか微妙なラインのとかあるじゃないですか、このきつい話とかって。まあそうですねけどその辺も、まあ、うまく加味しながらもめちゃめちゃ面白かったんで動きました、はい、やっぱ選手同士だとやっぱ、まあ、それオフレコかもしれないですけど、やっぱこういう話とかは盛り上がるネタでありますよね。そうですね、はい、盛り上がるネタなるほど、これがそうか、一番最初100万再生っていうのをごめんなさい、僕ちょっと知らなかったので、まあ確かに本当面白いので、はい、今リンクも出ております。ぜひ、はい、では次まで第2位いきましょうか。本当にですね、まあ第2位はですね、まあ J リーガー VS YouTuber の、はいはいはい、はい、昨年末にやらせていただいたんですが、はい、それは第2位ですね。見ましためちゃめちゃ豪華メンバーでしたもんね。そうなんですよ、もうあれ1ヶ月半ぐらい前からいろいろ出演のオファーを出してて、はい、企画をいろいろ練ったりして、うん、で本当に J リーガーチーム、 YouTuber チームとも豪華なメンバー来ていただいて、いや本当になんかこうエンタメとこのサッカーとか融合で素晴らしい動画ができたので、うん、あれは本当に嬉しかったです。だから年末になんか考えてますみたいなことをちょっとなんかおっしゃってましたよね、確か11月とかに仕込んでてみたいなはい、大型企画をなんか年末にやりたくてっていうのを思ってまして、はい、どうですかそれは。やっぱり、まあ、もちろんその動画が面白いとかよく見られたってなと思うんですけど、はい、なんですか、この那須さん自身の一仕事やり遂げたみたいな思いも大きいんじゃないですか、この動画は。そうですね、でもキャスティング、そのなんかこう一通り、まあみんな集まってくれた時に安堵もあったんですけど、はいはい、でもその後そんだけの人に集まってもらっていい動画作れなかったらっていう、ちょっとプレッシャーあったので、はい、まあでも結果的にやっぱそのカジサックさんだったり、はい、このいろんな進行の中で言葉巧みにいい動画にしていただいて、はい、選手側もルーカスだったりいろんな、はいはい、選手に来ていただいていい企画にはなりますけど、うん、まあね、 YouTuber の方、まあ、本当トップクラスが一線級の方ばっかりっていうのもそうですし、はい、やっぱポドルスキー選手左足でバンバンしてすごいシュート打ってるみたいな、はい、これポドルスキー選手にご自身で直接オファーしたんですよね。そうなんです。で、はい、当日の朝まで分かんなかったんですよ、来れるか。ああなるほど。でルーカスに、いやー頼むわよルーカスみたいな感じで
したらまだわかんねえっつって言ってたんですけど、で当日の朝に、あいいよみたいな感じで、お通訳づてで来て、はい、おお本当にやるかなって感じでどうですか、その後ポドスキー選手ちょっとなんか話したりとかしました？めちゃめちゃ楽しんでる感はもちろん伝わりましたけど、あそうですね、楽しんでくれた感はありましたし、まあ今でもなんかインスタとか上げるとたまにその僕あのルーカスの中でニックネームが山崎っていうあだ名ちょっと雑誌で読んだことあります、はい、それはコメントとかたまにはい入れてくれたり、はい、山崎って一言だけどなんかいいそのこういう関係というか、はい、今続けさせていただけて、はい、SNS の使い方が上手ですよね、ポドルスキー選手は上手ですすごい上手です、全部にコメントしてるんじゃないかっていうくらいコメントしてますよね全部いいねも押すみたいな、はい、なのでそれが第2位ということで、はい、はい、では流行る、まあね、本当僅差だったと思いますが、はい、1位の発表じゃお願いします。ですね、まあ、時期的なものもあったんですけど、アンドレス・イニエスタ選手ですかね。ああ、やっぱり、はい、はい、この動画がやっぱ1位になるかなって思います。なるほど、はい、やっぱりそれは再生数であったり反響であったり、まあ、いろんなことを、まあ、なんか本当にいろんなことが含まれてて、はい、やっぱ第一にやっぱヴィッセル神戸に所属してて、ヴィッセル神戸が、許可してもらえないと YouTube 自体が始まらなかったんですよ。ああ、それは那須さんのチャンネルを始めるときっていう感じですか？そうです、そうです。あ、まだ YouTube ってものが各チームにその浸透もしてなかったですし、はい、中でやっぱヴィッセル神戸さんに所属させてもらえて、チームがまず許可を出してくれた。はい、その中で、選手で一人目だったかかなんかなんですけど、まあ、本当早い段階でしたよね。そうなんです、はい、早い段階でイニエスタ選手にお願いしたところ OK が出て、うん、チームも OK 出していただいて、で本人もあの OK 出していただいて、うん、まさかの実現するっていう、はいはい、もうなんかちょっとよくわからない、一緒にプレーしてるだけでもなんかあの夢のような時間なのに、まさか撮影まで一緒にしてもらえるとは思ってなかったので、はいはい、コメントでもやっぱイニエスタとかイニエスタ見ましたとかってコメント来てますけど、はい、やっぱりあそこでなんですか、一つこのなんか那須さんの YouTube 並みじゃないですけど、これが一気にちょっと来たっていうのありますよね。なんか僕にもそのアンドレスがこの出演してくれたことで、やる気というかモチベーションになりましたし、つながりましたし、やっぱり彼ほどのやっぱサッカー選手としてはもう誰もが知ってる、そうですね、サッカー選手のみならず、うん、全世界、はい、もう 何億人多分知ってるじゃないですか。いや本当にそうですよね、とかそんなレベルなんで、うん、そういう選手がやっぱ出てくれるってことはやっぱり自分の活動に対しての否定的なことも全くなくて、うん、やっぱりそこで発信することによって何が生まれるとか、彼自身が分かった上で出演していただいたっていうことにすごくなんか感銘を受けたというか、うん、なるほど、はい、やっぱりそこにより一層ここの活動も頑張ろうと思いましたし、はい、はい、じゃあイニエスタ選手どうか、今リンクも出ておりますので、ぜひ、はい、まあ、見たっていう方多いと思いますが、ぜひ何度でも見ていただきたいちなみにちょっとこれトップ5決めていただきましたけど、はい、他に、まあ、今これ YouTube とリモ上でも、はい、多くの方見ていただいてるので、まあ、ちょっとそこには紹介できなかったけど、ちょっとこの動画おすすめですとか、なんかあったらめちゃめちゃありますよ。めちゃめちゃありますよね。はい、やっぱ初期の頃にその僕がまだ登録者数何千人とかの時に、はい、まあ、それこそ浦和レッズの牧野選手だったり柏木選手だったりとか、あの本当に参加してくださった選手いるんですよ。まあ、牧野選手ボーリング対決やったりとか、はい、ダンスやってましたもんね大木選手、はい、ゲーム対決とかやったりとか、まあ、本当初期の頃にこう手伝ってこの協力していただいた方と の、 動画っていうのは、まあ、個人的になんかこう、うん、思い入れじゃないですけど、すごくありがたい気持ちが残ってるので、はい、まあ、あとはそのあんまり接点がなくて対戦相手だったのにいろいろこうコラボしていただいた、うん、他のチームその宇佐美選手もそうですし柿谷選手もそうですし、まあ、各チームの
いろんな先生、中村健吾さんとか、やっとさんもそうですし、の動画とか、そうですね、家長選手とか、もう上げたらキリがないんですけど、対戦相手で、やっぱそれに、やっぱそういうストーリーの話だったり、いろんな話をしていただけるってことが、すごくありがたかったので、そこら辺、まあ、おすすめっていうか、おすすめありすぎるんですけどね、なんか本当。各選手になんかストーリーがあるので、そこら辺をなんか話を聞けたっていうのは嬉しいですなるし、ほど。おすすめなんですかね。まあ人それぞれやっぱり応援してる選手とか、まあそれこそクラブとかがあったらやっぱその動画見るみたいなのもありますし、やっぱそういう中でもやっぱりそれぞれの選手知れるっていう意味では、自分の好きな選手以外のやつもぜひね、見ていただけると、その知見がね、深まるというか。そうですね。本当ですね。もうなんか見ていただいて、なんか新たな一面を見てると思うので、そうなってサッカーにまた応援する活力になっていただいそうたですらあね。り、コメントで来てるのは、やっぱビジャ選手とか、あとは高木さん、お父さんと 息子さんたちとか、あとは那須さんは、選手はもちろんその裏方のスタッフさんとかにもスポット当ててくれるから面白いとかっていうコメントも、ね、今来てますし、そう古なんで橋す。選手の密着良かったです、来ましたね。それこそランキングに、5位までって言われたんですごい迷ったんですけど、そのビジャの引退発表後の撮影させてもらった動画だったり、ヴィッセルで引退を発表させて動画も入れたかったんですよ。まあそうですよね。もう入れたいのたくさんあったんですよ。頑張ってなんとかなんとか絞り込んだベストワン。あとやっぱね、個人的にはの話になっちゃうんですけど、僕はテセ選手のやつ好きなんですそうなんです。それも言おうと思ったんですよ。よ。ハウツーとか。結構、ダスさんのそれまで、まあ、ちょっと今結構長いやつも多くなってますけど、結構そのまとまってるやつ多いじゃないですか。ベスト3とかベスト5とかで10分、20分とか多い中で、やっぱテセさんのあの話40分ぐらいありましたもんね。ありました。あのボリュームがすごかったんですけど、まあ、テセ選手、うちの番組に出ていただいたことあるんですけど、本当喋りがうまくて、そうです引きよ込まれね。ちゃうんですよね、テセ選手の話って。そう、ずーっと放置してたらずっと喋ってますからね。いや、あれは個人的には非常に好きな動画なんで、ちょっとね、那須さんのチャンネルぜひ、まあね、もう見たことないよって人はもういないと思いますけど、ぜひ登録と、まあ、あとね、皆さんのお気に入りの動画をぜひ探していただければと思いますけど、よろしくお願いちょっしとます。もうね、配信自体は、まあ、もうすぐで、この後ちょっとリモ上でコミュニケーション取っていくんですけども、ちょっと配信で一応最後に、まあ、さらに今後、まあ、YouTube 上ではもちろんですし、まあ、とはいえ多分 YouTube っていうこのプラットフォームが結構一般化した中でまた新しい何かっていうのも出てくる、ね、気配もありますし、ちょっと今後の、まあ、それこそセカンドキャリアとしての目標なんていうところを最後ちょっと締めていただけたらと思っております。そうですね。僕自身、そのインフルエンサ力をつけるっていうか、個人に、インフルエンサ力をつける、そのサッカー界の、サッカー、日本におけるサッカーの立ち位置を、やっぱエンタメとかも全部含めた一番トップに持ってきたいんですよ。で、そのために、やっぱり僕はこの新たな YouTube という媒体で、J リーグの貢献と発展というために、このチャンネルをもちろん開設しましたけど、でも、やっぱりその各個人、選手の価値につながったり、それがチームの価値につながったりとか、自分のやってる活動の中で、やっぱりそうやって新たな、層を、ファンになってもらうとか、個人のファンになってもらって、それぞれに人気がついて、やっぱ J リーグというのを盛り上がってほしいなって思ってますし、新しいコンテンツを、視聴者の方に届けていく中で、新たなサッカーの一面だったり、サッカーの素晴らしさっていうのをより一層知ってもらいたい。それがサッカーに興味ない方々にも伝わるようなコンテンツをお届けできるように、日々、精進しながら頑張っていこうとは思っているので、今こういう状況で暗いニュースが多いんですけど、やっぱサッカーの火は灯し続けようと思っているので、この状況が収まった時に、皆さんがスタジアムに行きたいと、サッカー見慣れた選手を応援したいっていう形になれるように、尽力していきたいなっていうふうに思ってます。まあね、それこそ多くの、ね、サッカーやって、まあ、YouTube を始める選手も多いですし、まあ、我々メディアとかもそうですけど、やっぱりね、ここからサッカーがさらに人気になるためには今が結構大事だと思うんですよね。そうですね。ということで、まあ、我々も、まあ、共に、まあ、同じサッカーファミリーとしてこの日を絶やさずに。
頑張っていきましょう。お願いします。これからもよろしくお願いします。ぜひね、また那須さんにもご出演いただけたらと、はい、思っておりますので、はい、ぜひね、サッカーキングと何か一緒にできればと思っております。はい、またお願いします。はい。またお願いします。はい。ということで、エンディングですけど、那須さん、何か他に告知しておきたいことなどあれば、いかがですか？特に、まあ、YouTube チャンネル見てください。なるほど。はい。はい、今、チャットでも、いろんなおすすめ動画出ておりますので、ぜひそちら見ていただければと思います。告知じゃないんですけど、はい、最後に一言いいですか？ああ、どうぞどうぞ、もちろん。まあ、いろいろその YouTube を各サッカー選手、引退選手も含めてやられてると思うんですけど、まあ、僕も含めてなんですが、で、コラボってよくあるじゃないですか。はいはい。で、その選手によってかぶることって絶対あるんですよ。ああ、なるほど。はい。はい、コラボの中で。はい。で、ちょっと認識の中で、ちょっとこう、せっかくなんで伝えたかったのが、やっぱりコラボレーションで、その選手その選手で多分引き出せる内容って違ったりしてて、うん、この YouTube のサッカーという枠では競合他社じゃないんですよ、はい、誰かが伸びればいいとかじゃなくて、みんなで伸ばしていこうっていうのが YouTube なの、うんうん、そうですね、はい、だからそこだけの認識はこう持っていただきたいなっていうので、みんなが立ち会って伸ばしていくっていうのが YouTube で、やっぱサッカーという器をもっともっと大きくしていくっていう意味で、はい、やっぱその認識があった方が多分見てるこの見え方って変わってくると思う。そうですね、はい、はい、そこに期待したかったです。はい、ありがとうございます。ということでですね、配信は以上になるんですけれども、この後今那須さんも入っていただいているこのリモという、サービスの中で僕と那須さんが、ちょっといろんなテーブルにお伺いします。はい、なので那須さんと、まあ、僕も一緒にちょっとそのテーブルでの司会進行ぐらいのちょろっとした感じですけど、はい、ぜひですね、テーブルがマックス6人まで座れるんですけれども、はい、4人までにしていただけると我々がスムーズにポッといけますので、ちょっと満席だとね、そこに入れないっていう状況になってしまいますので、ぜひ、今リモートにいる方はぜひテーブル4人まででお願いできればなと思っております。はい、ということで、まあ、今ね、YouTube 見てる方も、今、リンクが出ましたけども、Google アカウントとかあればすぐに入れますので、ぜひ遊びに来ていただけたらなと思います。ちなみに今、リモにいる方にお知らせすると、今、我々、6階にいます。で、他の階も多分行くとは思うんですけど、一旦6階で、ぜひ那須さんにちょっとこれだけ聞きたいとかっていうことが、もしある方はぜひ6階に。で、でもテーブルは4名まででお願いいたします。はい。だいたい6時ぐらいまで、はい、いますので。では、またリモ上でお会いいたしましょう。ということで、那須さん、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、では配信は以上となります。では、一旦さよなら。あ、います。